やばい、かわいい、これすごい、いくら300円だ、どうやって、どうやって釣れるか、ハムちゃん、ごめん、落としちゃった、すいません、2回お願いします、初めてだね、他の人のもう一回見てからの店でも、もう一回見たい、もう一回見るか、ちょっといい、これ誰かさっき失敗したやつ、これじゃ無理か、入れすぎ、入れちゃうな、でも美味しそう、でもお兄ちゃんに不可能はない、お、だからお兄ちゃん失敗しませんので、水に入れるとき、こっからあげるときです、どこに、すごい、そう、美味しいですね、すごいすごいすごい、すごい、ね、一発だ、アメエクス、いるかな、アメエクス、さあ、私も頑張れ、ユチューブうますぎる、ユチューブYouTube でも TikTok でもいいんだよ、撮ればいいさあ、頑張るんだよ、昔食べたんだけど、シシペアが海が見えない、お前はそういうところで遊んじゃうんだから、さあ、おわんにエチケット、はい、頑張れ、はい、これは神苦みじゃなくて緑の形だ、どうしよう、ね、スティーブ、うん、ああ、もったいない、洗濯バサミで、このカメちゃんかわいい、お、あった。かわいかった。これ取れちゃったらまた挟めばいいですか。ダメなんだ。取ると終わり。あ、終わり。あ、終わりだ。残念。これ左利きなの。お、やった。初挑戦。頑張れ。ごめんごめん。お前斜めにしたら落ちる。頑張れ。落ちないしよ。ここの子かな、この子かな、もう一瞬で、いいんじゃない、今だ、いいんじゃない、あー、どうしてる、難しいね、難しいね、これ、あのね、私狼かもな、お、水につけた瞬間死んだって、何で嫌いなこと、水に抵抗を引き続けながら行っちゃう、そういうことだ、お前ら分かってるって言うんだよ、自分でこの棒持っちゃうと焦っちゃうから、焦りますよ、そりゃ分かってるなら言って行ったって分かんないのもしょうがないじゃないの、お、すごい、すごい、今からお手本だよ、いくよ、あー、なるほど、へぇ、これは壊れないってどういう人、下に進んでるやつでしょ、こっから出る、なるほど、あ、カメちゃん、これ作れば勝手に食べちゃうんだね、すごーさすがですね、待ってやる、頑張って、これ取ったら1000円で買えるんですか、カメが欲しければ取ったら取っただけもらえます、カメそんなにいらない人は1ピリッツ1000円でおじちゃんに売れます、1ピリッツ1000円でもらえます、最高は1人で中学校1年生が64匹取ったのが今日も3匹でザラにいます、 やってみる、コツが分かるまで、大丈夫、じゃあ同じやつだよ、じゃあよく見てくれ、これってさ、こんなちょっとしか挟んでないんだけども、お水に入れるときとあげるときだよ、お水に入れるときです、こっからね、そーっと、でも触んないよ、やっぱりこんな感じになるね、はい、じゃあパパやろうかな、やってみて、パパ頑張れ、自分パパなら取れる、取れるってパパだ、だってこの人で失敗する人、今日はあんまりいない、めっちゃプレッシャーです、めっちゃプレッシャーです、神谷好きなやつ、取れてる、取れてる、どれかいろんな濃い子がいる、
選ぶ余裕なんかある。本当ですか。はい、どうぞ。はい、これってね、これってまだ言うてない。何やってるの。君もう一回やりたい。君の方が上手いかもしれない。ママ一番下手なんだけど。いやね、すいません。じゃあちょっと最後パパやんないの。さっきのね、おじさんみたいにヒュイって持ち上げるんだ。持ち上げて。あ、押し押し押し。でもいい感じ、いい感じ。今だ、持ち上げて。あー、惜しい。終わっちゃったかな。終わっちゃった。また明日まで。バイバイ。うますぎるんだよ。YouTube でも TikTok でもいいんだよ、撮れればいいんだよ。最初から落ちた。さあ、頑張るんだよ。いける。お前、ここは頑張るんだけど、これはね、ここは、ずっと。ちょっと左強度がきつい。分かってるなら言って。行ったって分かんないのもしょうがないじゃないの。すごいよ、今からお手本だよ。行くよ。あー、なるほど。へえ。これは壊れないってどういう人。トロに名前つけるといいよ。そうです。名前つけよう。名前つけよう。ありがとうございます。パパ一番下手だったね。すごい、すごい可愛いね。やる間もなくボトンじゃん。あれちょっと仕込まれてる。もう夕方になってきた。しーちゃん、これが今日のラストの屋台料理。芋が焼き。芋が焼き。大判焼きだ。今日ちょっと大判焼きもあるんで。オグラアンチョコ。オグラアン1つとクリームを3つ。400円。はい、すいません。なんで急に600円だ。1200円。こんなに食べる。はい、はい、すみません。食べて帰ろう。お父さんも美味しそう言って。うん。皆さん、こんにちは。ソリーちゃんのしほと。インミです。はい、というわけで今回ですね、なんとやっとね、亀の名前が決まりました。ということでね、早速発表していきたいと思います。はい、はい、ということでね、まずね、いろんな方がね、コメントで名前を書いてくださりありがとうございます。でね、この紙に書き抜いたんですけど、読みます。でもね、すごいいっぱいなんだよね。めっちゃあるんですよ。ちょっと片すん全部読んだら結構あるよね。めっちゃある。いくよ。裏にもあるよ。そうそう、こんな感じ。あと裏にも1部ね。1部あります。はい、うん、はい、というわけでね、この中からね、ベスト3を選ん、投票が多かった順のベスト3がね、うん、あるので発表していきたいと思います。はい、まずね、まあ、第3位、あのね、いきます。デレデレデレ、見ちゃいって、ドゥルーデン。3位はリホです。リホちゃん、リホちゃんが多かったです。3位、シホの、シホのほに、じゃあスティミノリに、シホのほでリホ。リホ、ママがつけたかった名前がリホ。リミリミオは本当はリホってしたかった。
しほりほチャンネルになっちゃう。あ、そうだね、しほりほチャンネル。じゃあ次、第2位発表します、はい、お願いします。じゃるーてん。第2位は2つあってね、まずマロンとメロンです。マロンね、ありがとうございます。マロンちゃんとメロンちゃん、マロンちゃんとメロンちゃん、メロンちゃん、マロンちゃんはね、じいじがよくね、コロンをマロンと、マロンとちゃんの間違えて間違えて言っちゃうのね。あ、コロンだったかって。そう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 。で、まあ、でもこの辺になるともうコロンとシロンだからマロンとかね、メロンとかになってるね。ね、メロン美味しいよね。メロンもうメロンはそのままメロンだよね。ね、亀の目とロンでメロン。うん。うん、じゃあね、第1位発表します。よろしくお願いします。ジュルーデン。第1位はカメロン。なので第1位、あの一番投票が多かったというか一番コメントでね、あった名前はカメロンでした。はい、なのでこの子の名前はカメロンにします。カメロン、カメロンよろしくね。カメロン、あのね、はい、7票、7個ね、ありました、カメロンって。ね、すごいよね、7個もあったよ。5、6、7、5、6、7。でももうね、それ集計してからはもうカメロンって呼んでるよね。カメロンって呼んじゃってるから、カメロン、カメロン。眠いのか。あ、動いてる、元気だ、元気だ。何するんだ水の中に入りたいんだって暴れてます。ねえ、カメロン映ってない。嘘、ね、カメロン映ってない。確かに、あ、映ってない。あ、カメロン映ってなかった。ズームにすれば、ズーム、ちょっと、あ、ズーム、ね、眠いのかな、ね、もう夜だからね、うん、夜の8時20分。カメラ見てます。びっくりしてるかな。カメロン、カメロンだよ。あなたはカメロンです。あなたはカメロン。怖いよ、ちゃん。カメロン。このね、うん、あのね、赤耳カメね、うん、甲羅の中に2人いるんだよ。あ、あったね、動画で見たもの。そういうカメがいたんだよね。え、動画の中に2人いるの？ 1 つの甲羅に頭が2つにおきのきって生えてる。うん、このカメは違うでしょ。うん、このカメさんでね、なんかいろいろね、みんな教えてくれてね。このカメさんがね、触った後にね、手をよくね、洗った方がいいんだって。ね。うん。だから、ちゃんと、うん、手はいっぱい洗わないとね。洗ってないけど、心配しないと。上に行った、上に行った。じゃあ、エビあげてみる。エビ。カメのおやつ。カメさんのおやつあげてみる、じゃあ。うん。パパの嫌いなエビ。なんてパパエビ嫌いなのあげるの。カミさん、カミさん、カミさん食べるかな。カミさん、こんなにあって、カメの口の大きさに合わせて小さくして与えるか、うん、あ、小さくしてそのまま水に浮かせてください。水に浮かせとく。寒いと食欲がなくなります。あ、そうなんだ。暖かくなるとたくさん食べます。あ、そうなんだ。へー、水の温度は23から28度にしてください。初めて知った。へえ。じゃあ浮かせとく、うん、ここにね。カメさん食べるんだよ。はい、にゃんこ。カメさんじゃない、カメロンだ。ねえ、カメさんって呼ぶじゃん。1個か2個あげとく。じゃあ2個、うん、食べるかな。パパ、なんでエビさん嫌いなのあげられるの？触れるよ。食べるのが嫌いなの。そうなの？これ食べれる？食べないよ。カメのおやつ。それカメのおやつだ。エビ食べないの？エビの匂いがする。うん、エビせんじゃないからね。エビ食べそうな気がする。これ何度だ？ね、ちょっと冷たいかも。うん、冷たい気がする。23度プール、プールより、プールは25度から入れるんだっけ。うん、あのね、そうね、うん、あのね、あのあるじゃん、あの
屋台でさ、うん、袋あるじゃん。あの水もあったかかったよね。ね、あったかかった。でもあそこだってあんなさ、あの灼熱の太陽の下にいるんだから、お湯みたいなはずじゃないの、うん、お湯だったよ。ねえ、それでもカメさん元気だったよね。元気。じゃあ多少暖かくても平気なんじゃないのかな、うん、水の水温計買っとこう。そうだね、うん、ね、横から見るときなんかこの赤いの前なかったよね。ね、あと石もなかったんだよ、うん、あ、そっか、石も入れて、このなんかなんていうの、台みたいな。カメさん食べる？赤い台をつけました。あ、来た来た来た、カメがパクって今一瞬パクってしたから、さらにちょっと、うん、カメラ向けてるか、上来てる、食べる？いいじゃない、置いとけば、でも、ね、自分の好きな時にね食べるよね、うん、カメロン。カメさんついついカメさんって言っちゃうわ。たまにカメさんでもいいと思ってね。ね、カメ、結局はカメさんって言っちゃうの。私もカメロンってさ、うん、なんか聞き、お、な、な、慣れないよね、聞き慣れないっていうか、うん、でもね、一応ね、名前ね、つけたらいいからですね。カメさん、カメロンに決定。カメさんでもよかった。カメさんでもよかった。一応でもカメロンでね、いいですね。動画じゃないわ、カメロンって名前でいいですね。でいいです、はい、食べた、食べた、いつの間に、やっぱ煮干し、煮干しの方が好きなのかな。本当だ、今パクパクしてるね。食べた、一口、これどっか行っちゃった立ってる。耳の顔が、シコの顔は、シコの顔今映ってる、水槽越しに耳の顔が。はい、じゃあね、これから新しい家族としてカメロン、よろしくお願いします。よろしくお願いします、カメさんじゃなくてカメロン。はい、じゃあね、今後も出てくるかわかんないけど、ね、カメさん、カメさんじゃない、カメロン。もうカメさんじゃん。大切にね、育てていきたいと思います。はい、ずっと、お、コロンが怒ってる。なんで新しい家族来るんだよ。カメに対してすごいね、吠えるんだよね。めっちゃ吠えるコロンは。誰って感じの吠えるね。コロン、コロンが怒ってる。いい？はい。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。はい。それでは、バイバーイ。バイバーイ。ティアロー。うん、ティアローね。私カメさん持ってないけど、一応ティアロー。うん、ティアロー。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。